お笑いコンビ爆笑問題の太田光が11日深夜放送のテレビ朝日系「爆問×白山の笹ササルール火曜深夜0時15分」に出演女優広末涼子の不倫騒動について持論を述べたこの日の番組は新企画「オリジナル川柳で世相を切る」「問題川柳」のコーナーを放送 時事問題や世間をにぎわせているニュースをオリジナル川柳で切るという内容だ講談師の神田伯山が「日遊びと夜遊びにぎわう芸能界」と読んだ広末の不倫問題についての一句で白山は解説「日遊びは」は鳥羽さん不倫相手の鳥羽周作し、料理人だから火を使う字じゃないですか夫のキャンドル・ジュンさんもろうそくで火を使うじゃないですか それがかかってるんですよと説明するとスタジオメンバーは一度感心したすると太田がこの不倫騒動について語り始めるあれに関して言うと俺が思っているのは世間にほっといてくれと言いながらも文春に垂れ込んでるじゃないですか鳥羽さんも文春に言うじゃないですかと広末と鳥羽氏をバッサリそして結局 騒いでほしいんじゃないっていうさ当事者同士で裁判所でやり合えばいいのにわざわざマスコミに行ってるってことは騒がれてもしょうがないよね騒いでほしいんでしょジュンキャンドルとの問題に関しては完全にそうだと思うと指摘したネットは太田の土星論にうなずき太田先生さすがっす太田さんの分析さすがさすがだなの声を寄せていた 以下は、ネチズンンののコメントをまとめたものです。キャンドルはあの会見以来本当に何も喋らないイベントに出てきたなどのニュースが出てきても不倫問題や家族について一言も喋らなかったというものばかり話題を提供し続けているのは広末と鳥羽だろう広末はまだ事務所がストップかけてるからあの程度で済んでるけど何も言われなかったらもっとやばかっただろうね なんなら鳥羽と2人で会見するとか言い出しそうその点鳥羽は経営者で意見してくれる人がいないんだろうねそれどころか知人に話した内容が記事になっちゃうくらいだし周りの人間にも裏切られているところ見ると普段から信頼関係づけてなかったんじゃないかな不倫した2人に比べなんだかんだとこの3人の中で淳氏が。 会見の後は無言を貫き鳥羽氏の挑発にも乗らず一番まともな対応をしてる当事者の2人がその後も逆切れ発言や行動をとって余計こじらせておりルイは友を呼ぶというかこの騒ぎのほとんどが本人たちが引き起こしてるのは確かだねキャンドルさん神妙な顔つきだったけど見た目は目立ちだったよね 全部自分で会見組んで、世間からキャンドルさんに同情が集まったら成功なんだと思う。離婚自由にするために、そしてより良い条件での離婚のため、キャンドルのあの会見の後からキャンドル下げの記事であふれるとは予想してた。対してキャンドル側はマスコミへの釘刺しまで含め、言うこと全部伝え済みだから週刊誌垂れ込む理由がないんよな。 広末と鳥羽は被害者ぶって文句言い続けるしかない誰がやってるか見透かされてるから広末と鳥羽の狙い通りの効果は出ないよね料理人ってテレビの料理審査番組を見ていてもよく思うがやたら偉そうで俺様的なやつが多いイが独尊を絵に描いたような鳥羽も和田アキ子に喧嘩売ってもへとも思ってなさそう このフリンペアがどこまで落ちぶれるか興味がある。キャンドルの方が一貫性あって会見もいろいろ言われるがきちんと当事者としてやっているし一定の信頼というか人となりはわかる。